はい、皆さんこんにちは。ドクターマッスル畑です。今日はですね、ヒップアップに不可欠なクラムシェルの効かせ方について解説をしていきたいと思います。横向きで膝を開いて閉じるっていうこのクラムシェルなんですけども、やっててもお尻の奥の筋肉、奥が動いてこないなっていう感じの方いらっしゃると思います。こういう方に多いのが、まず一つ骨盤がこう安定しない、グラ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 動いちゃって、でその状態で行ってもお尻の奥の筋肉あまり効かないんですね。なので骨盤がまず動かないようにしていくっていうことが大事です。で骨盤の筋肉、骨盤を安定させるのはやはり腹筋の奥の筋肉だったり背中のインナーマッスルだったりしますので、まずは骨盤、このクラムシェルをする前に、このクラムシェルをする前に腹筋のインナーマッスルですね、呼吸運動だったりとか、まあ、四つ倍である体幹トレーニングだったりとかっていうのをまずは入れておくっていうのがおすすめです。でその後にこのクラムシェルをやっていくんですけども、お腹に力が入りやすくなると骨盤が安定する、固定しやすくなります。なので、まあ、太ももを動かしても一緒に骨盤がこうついてきたりとか後傾丸まったりしにくいんですね。なので腹筋を入れると同時に、あとはご自分でも手で実際に触れていきます。実際に手で触れて骨盤を押さえていく、こう丸まったりとか膝を開くときにこう骨盤がついてこないようにしていくっていうのがすごい大事です。骨盤を止めて足を膝を開いてですね、これがすごく大事なことです。で2つ目は最終域でまずは使う感覚を得るっていうことが大事です。このクラムシェル、膝を外に開く回避運動なんですけども、この開始の時では太ももの筋肉が働きやすい方がいるんですね。なのでここでグッと頑張るというよりも、最後骨盤が止まって最終可動域をしっかり使っていくっていうのがすごく大事になります。なのでおすすめとしては、ヒップの、ね、インナーマッスル、奥の筋肉が効かない場合は骨盤を固定するプラス最終可動域、もうこれ以上開かないわっていうところで15秒、まずは止めます。15秒、アイソメトリック、こう止めたままでキープ。でそうするとお尻の奥の筋肉なんとなく分かってくる方がいると思います。でこれでもじゃあ分かんないっていう方は、膝のこの股関節の角度を少し90度までではなくて、まあ、少し上げてみましょう。膝を股関節の角度を少し屈曲というかこう曲げていきます。この状態で骨盤を押さえて最終可動域で15秒、しっかりキープしていくとかなり入ってくる感覚を得られると思います。こう丸まったり反ったり回旋したりが骨盤ないように止めたままで最終可動域で止める。でこの状態で戻るときは下まで戻らないように、真ん中から開くっていうのをゆっくりとやっていきます。これも最終可動域1回3秒、1,2,3で止めて戻す、1,2,3で止めて戻すという動作をゆっくり10回やってみてください。そうしたらかなり効いてくるんです。で効いてきましたら少し足の角度を下げていって、同じ動作、最終可動域15秒キープして、床と水平、太ももが床と水平から3秒トップで止めてゆっくり戻す、1,2で上げて3秒キープ、1,2,3,4、1,2で上げて3秒キープ、1,2,3,4、この動作をゆっくりと行っていくと必ず効いてくると思います。はい、今日はヒップアップに不可欠なクラムシェルの効かせ方3つですね。1つは骨盤を固定すること、2つ目は最終可動域で止めてゆっくりと床と水平まで戻して小さな範囲でやっていく、で3つ目は少しね、股関節の角度を強めて膝をしっかり胸の方にある程度力をつけた状態でテンションを上げていくと、この3つです。ぜひお試しください。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。また明日お会いしましょう。さようなら。